はい、こんにちは。子どもの人権を守る会千葉支部高さんです。今日はですね、選挙の話。沖縄県議会議員選挙がありました。6月7日投開票。はい、県議会議員ですね。はい、玉城知事、玉城デニー知事、県議選新勝でも辺野古ノー。はい、この、結果ですけども、1議席減らしたけども、定数48に対して25なので過半数を維持ということですね。はい、で政権側であります自民党公明党は21議席で議席が増えましたということで、はい、玉城知事を支える県政与党勢力の過半数割を目標に据えた選挙だったんですね。ところが新型コロナウイルスによる影響で公明党が候補者2人の両立を見送ったということだったんですね。はい、ということで、はい、普通に考えると、過半数を取った玉城知事与党が過半数を維持したことは県政の信任という判断になりますね。はい、ところがですね、はい、菅官房長官、辺野古の埋め立て選挙5日後再開へ理解進んだと、いうことですね。不利な結果は顧みず、都合のいい指標だけをつまみ食いするのが現政権の特徴だという話が出てますけども、まあ、そもそも沖縄の県議会議員選挙ですね、はい、与党知事側、これ共産党と社民党が中心なんですね。はい、26議席から25議席、1議席減りました。野党側である現政権側、自民公明、はい、これが18議席から21議席と3議席増えました。まあ、躍進といえば躍進ですね。3議席増えました。ただ過半数は与党側が維持しています。政権側はこれに気を良くして選挙5日後理解を得られたということで辺野古埋め立て再開を宣言ということですね。はい、要はこれを辺野古を選挙前にやっていると魚でしてこちらが勢いづくということでやめたということですね。そもそもですね、この選挙、今回の選挙ですね、どんなですね、どんな結果だったのか、ほぼ細かいところご存知ないと思います。これ実はですね、投票率が異常に低いのは理由がありまして、この選挙区定数2に対して候補者2名無投票です。無投票で、現職の自民党議員と無所属の新人が当選。これ投票に行かなくてもいいんです。投票する機会すらなかったんですね、ここの選挙区の方は。はい、うるま市選挙区は定数4に対して候補者4名やはり無投票です。現職自民党議員、現職自民党議員、現職社民議員、現職無所属議員。はい、沖縄選挙区、沖縄市選挙区は、はい、定数5に対して6名1名落選という状況でした。元職の社民当選、現職の無所属、公明の方当選、新人の自民党の方当選、新人の共産党の方当選、現職の自民党の方当選、現職の無所属の方が1名落選するということでした。現職の方が落選して誰が当選したのかというと、この新人さんがこの通り2名、新人さん2名、新人さんで増えたのこの共産党さんと自民党さん、あとこの社民党の方は元職ということで、はい、この方が現職の方が
落選すると800票差で約800票差で落選という状況でした。はい、こちらの選挙区は定数3に対して4名、1名落選ですけども、無所属新人の方トップ当選、自民党の現職の方当選、元職の無所属の方当選、現職の社民党の方が落選。はい、与党としてはこれ、痛かったですね。社民党のが現職が方が落選しました。票数的にも1000票差なのでかなりの差をつけられました。この元職の方ですとか、はい、この無所属の新人の方、はい、こちらの選挙区は定数4に対して4名立候補、自民党の、はい、市議会議員からの方ですね、共産党の現職の方、沖縄社会大衆党の現職の方、無所属の現職の方、はい、投票する機会すらなかったんですね。それは投票率低いに決まってますね。こちらの、選挙区の方、選挙区はどうなっていたか、定数2に対して3名立候補、自民党の現職の方トップ当選、共産党の現職の方、落選した方は、元那覇市の方で無所属の方でしたね。1000票以上開けられているので完敗です。ここも定数2に対して3ですので、はい、自民党の現職の方トップ当選、共産党の元職の方当選、そして現職の無所属の方が落選ということでしたね。ここは激戦で11に対して16人立候補してまして、無所属の新人の方がトップ当選、公明党の現職の方当選、自民党の新人の方が当選、立憲民主党の新人の方が当選、共産党の現職の方が当選、共産党の現職の方が当選、無所属の現職の方当選、沖縄社会大衆党の現職の方当選、沖縄県議会議員の、これも現職の方ですね、当選、自民党当選、社民党現職の方当選、こちらも、自民党の方でしたね。自民党の方新人ですけども当選。ここの自民党の現職の方落選しました。無所属新人、はい、漫画家の方届かず、無所属、の方新人で届かずと、こちらの方も届く、無所属の方届かず、無所属の方届かず、ほとんど、まあ、ここら辺は現職の方いらっしゃらないですけど、現職の自民党の方が落選してます。自民党の方が落選してますけども、自民党の新人の方の方は当選してます。差がほとんどありません。票が割れてしまいましたね。結局ここでも自民党現職の方が出てますんで、うまく振り分けが自民党できなかったということですね。振り分け、ここにもここの方が取りすぎてますね。自民党新人の方、はい、ということで、こういう大きな選挙区になると自民党は取りこぼしが出てますね。うまく振り分けができないと、こういった
選挙区、小選挙区でない場合は自民党取りこぼします。小選挙区の方が自民党有利ですね。非常に、自民党がどういったところに強いのかよくわかると思います。4に対して6なんで、はい、自民党現職の方、無所属現職の方、自民党新人の方、共産党現職の方、沖縄社会大衆党の方、現職がここで落選してしまいました。はい、これで自民党の女性議員の方躍進したのが大きかったですね。はい、こちらは2に対して2名なので無投票です。自民党の方と無所属の方、現職の方、こういった無投票が多いので投票率は当然上がりません。ここは2に対して4、現職の自民党議員落選しました。これ元職の方も当選できず、当選したのは、まあ、1名は現職の方、もう1名は無所属の方、はい、この方が当選した煽りで自民党の現職議員が落選です。この辺も5名のうち7名なんで自民党の方トップ当選、無所属の現職の方、無所属現職、無所属現、社民党の新人が当選、無所属新人の方、命堂宝、琉球の自己決定権の会、はい、新人の方ですね。新人の方はちょっとハードルが高かったようです。はい、新人の方で当選できたのはこの社民党の方でしたね。はい、というような流れでですね、はい、ほとんどそう、もう投票ではあまりどうにもならないようなところだったんですけども、善戦したということでしたね。自民党の方もう少し取れたんじゃないかと、うまくやればもう少し取れたと、これ取れましたね。あと1議席うまくやれば、1議席取れれば減った可能性がありましたね。このそもそもですね、沖縄の基地問題、沖縄の歴史を考えてみるとわかると思うんですけども、もともと琉球王朝は清や薩摩藩に対してこう独立を保っているような形で、実は朝貢していたような感じですね。はい、それが大日本帝国下で沖縄県とされて、はい、日本の領土となりました。その後ですね、戦争でですね、本土の軍人がやってきてですね、住民を巻き込み多数の死傷者が出ました。悲しい出来事がありました。でその後米国アメリカ軍が占領して、アメリカの沖縄となります。これで米軍基地が当然、できたわけですけども、ところがこの沖縄が返還された際も基地はそのままで、この米軍基地は日本の法律が通用しない、日本の法律が通用しないんです。これどこかで聞いたことないですか？そうですね、歴史を学ぶと日本がこの大日本帝国時代、明治新政府が対外的に関税自主権や治外法権、これをなんとかしようと努力してきた歴史がありましたね。治外法権がここでまだ残ってるわけですね。
本土は基地が減ってきて治外法権のこの話ほとんど出てきませんけども、沖縄ではずっと話ありますね。米軍基地の人間が事件を起こしても裁くことができない、そういった日本の法律が通用しないのを放置してるわけですね。この沖縄返還の時にもいろいろ裏で密約がありました。はい、日米安保条約改正の時も裏で密約がありました。よく考えてみてください。日米安保条約の、改正に尽力して、とにかくその日米安保の不平等な部分を密約付きでも改正しようとした人物が岸首相ですね。安倍晋三のおじいさんにあたります。その方が苦労に苦労を重ねて不平等の条約を改正した。ところがですよ、岸さんはこれで政権倒れてしまいます。岸さんはその後憲法もなんとか改正しようとしていたんですけども、そこは達成できませんでした。安倍晋三さんは何をやろうとしてるんですかね。こういった基地の治外法権のこの問題放置、何も沖縄に押し付けたまま、米軍との密約も何か取引駆け引きも感じられない。おじいさんは駆け引きをしてでも不平等条約を改正したからです。おじいさんは米軍に戦犯として非常に不当な裁判を受けて巣鴨プリズンに収監されました。死刑にはならず復帰しましたけども、米軍にはそれなりの反感を持っていたはずです。それでも裏取引をしてでも安保条約の不平等部分の一部改正に成功しました。その、まあ、お孫さんである安倍晋三首相、米軍と日本の不平等な関係についてどの程度切り込めましたか。憲法改正もおじいさんのような高い理念がありますか。非常にですね、この沖縄問題、複雑なこの沖縄の歴史、それと沖縄の感情、何しろこの本土の軍人が住民を巻き込んで多数の死傷者を出したわけです。この追い込まれた本土の軍人も包囲されてます。アメリカ軍に包囲されている中、住民を多数巻き込みました。もう食べるものもほとんどない状態なんで、住民から略奪したような話も残っています。そういった住民を巻き込んだ、住民に自決を迫った、その本土の軍人のそういった振る舞いの感情が残った後に、さらに米国占領下のこの米軍基地問題、日本の法律が通用しない、沖縄県が日本に復帰した後も日本の方が法律しない、沖縄の本土の方にとっては助けてもらってないんですね。ここからずっとですね、助けてもらってない、助けてくださいということですよね。もっと、沖縄の住民を大事にしてくださいと。この基地問題、この治外法権が放置されているのと同じ状態です。基地の数があまりにも多すぎるんです。この基地を沖縄県外に移してほしいという問題については、他の県も当然受け入れを拒否するので、そのままにしている。これが問題なんです。そのままが問題なんです。それを辺野古に移設してごまかそうと、沖縄県の県民住民の負担を減らさない、この治外法権のこの問題放置したまま、ここが問題だと思われます。この沖縄の歴史と、この住民の意思である知事側のこの辺野古反対、基地反対、この感情を政権側は対話もせずに一方的に国の都合で
を行っている。これ安倍政権の得意なパターンですよね。対話をせずに無理やりやる、これが沖縄の住民の反感を買ってるわけですね。この安倍政権のやり方、これが沖縄県の問題だと思います。この選挙の結果もギリギリ過半数です。この政権側は結局辺野古埋め立て、そういったいろいろ公共事業、お金を企業にたくさん落としてるわけですね。そういったお金を落とすことで政権側につく住民と、もともとその恩恵に預かれない、あるいは正義的にこういったものが許せない方がこの与党の支持者になっています。野党の支持者はこの事項による金銭的な恩恵が大きいと思います。こういった均衡が未だ与党側に、あるということは、この自民公明のお金のばらまきがこちらの側まで回っていないことは明らかです。沖縄が貧しい方が多いのは明らかなんです。非常に貧困率が高い。要は自民公明がしっかりとした支援を行い、住民に対しての支援を行い、豊かになればこちらの方につくのは明らかなんです。それを無理やり埋め立てを再開するなど、感情を逆なでするからうまくいかない。もう少し広くお金が行き渡るように、日本の国として全ての沖縄住民を助けるような政策を行うことが、この辺野古の反対を抑えることにつながるんです。政権のやり方が神経を逆なでするから、こういった反発を受けやすくなる。もう少し対話をして、常識的な観点から言って辺野古埋め立てでやむを得ないですよねという対話をすればいいのですが、対話すらしません。このアメリカとの非常に複雑な状況をマスコミの公開の場で対談してみたらどうでしょうかね。アメリカとの、兼ね合いからここで機嫌を損ねるわけにはいかない。したがって辺野古でやむを得ない。その代わり沖縄県民に対しては十分な支援を行う、こういった対話をしないことが問題だと私は考えます。対話をした上で政権側が正論を述べて、こちらの与党側、知事側が正論で返せない、そういった状況であれば辺野古埋め立てはやむを得ないということが言えると思うんですけども、何しろ今の現政権は対話を事実上拒否しますんで、何しろ丁寧な説明と言いつつ、中身のない丁寧な言葉遣いをするだけ。この菅さんの理解進んだも言葉遣い丁寧ですけど、何も進んでないですよね。何が理解進んだのか、この辺りに対して何も理解が進むようなことをしなかったですよね。もう少し誠意を持って、対話に臨むことがこういった問題を解決することにつながると思うんですけども、現政権はそういったことに非常に消極的です。これが問題点だと思います。もともとはこの治外法権の問題、これ先進国としては非常に恥ずかしいですね。日本の方が通用しないで、市民に対して、殺傷行為などを行った場合でも裁くことができないと。基地の中に対して、法が通用しないのは分かりますが、基地の外で行った事件に関しても日本の方が通用しない、これが問題なんです。これが本土ではほとんど見られないので、本土の人以上に
沖縄県民が負担が大きい、その問題を何とかしてあげる努力が見られないことが、この沖縄県の、共産社民の支持を得ている知事側の与党の支持者につながるわけです。これが沖縄県の状況であると思います。はい、沖縄県の選挙について説明してみました。以上です。